黒野くんたちが？ええ、決めたみたいです。用心竜図の野望と向き合うことに。あいつらも成長はしてます。でも相手がデカすぎる。だからって逃げ出すような奴らじゃないけど。1号店でショップ大会を開こうと思います。願いを思いを君と叶えよう。広がるような強者の叫び、早金を打つ震える鼓動を、渦巻く闇に凍えそうな時、君に出会えた。諦めないで。ジェネレーションセンセーション、導かれた奇跡。ジェネレーションエボリューション、戦いの火蓋を切れ。願いを思いを君と叶えよう。限界を超えて見える世界がある。未来を勝利を君と重ねよう。イメージを心の刃に変えたなら、立ち上がれ、立ち向かえ、解き放て。君となら輝けるこの刃。Let me show you my trump card. Bring it on! Stand up the Vanguard! Booster Pack Moonlit Dragon Fang, available January 29th. And check this out! Vanguard G! Cross spans of time and grab hold of victory! Welcome to the Dream Stage! Vanguard G Trial Decks, Rallying Call of the Interspectral Dragon, and Illusionist of the Crescent Moon, now on sale! Bushy Road! よく来たな。お、もうすぐ始まるから早く受付済ませな。はーい。ここがカードキャピタルの1号店か。今回は個人戦だからな。俺たちがファイトする可能性もあるぜ。1号店にようこそ、黒野くん。お、店が変わればファイターも変わります。違った相手と出会うのもいいものですよ。よう、クロノ。お前たちも来てたのか。1号店といえばカムイさんやカイトシキさんが出会いチームを組んだと噂される、いわば聖地ですからね。お忍びですんげーファイターが来るかもしんねえしな。うんまあね。いやカムイさんがレジェンドファイターなのは分かってるんですけど、なんつうかしょっちゅう会ってるからレア度が低いんすよね。なんだと。1回戦が始まります。それぞれ指定のテーブルについてください。1号店でショップ大会か。トコハちゃんは行かないの？今はファイトよりデッキの研究したい気分なのよね。 G クエストも残りはあと2つなんだし、もっと勢い乗ってもいいのに。この前は私見てただけだし、クロノもシオンもどんどん強くなってる。負けてられないよ。それにもっと新しい自分を探したいっていうかさ。あ、デッキ構築を考えるのは新しい自分を探すのと似ているかもね。ねえ美咲さん、こんなユニットの組み合わせどうかな。だとしたらカウンターブラストを使わないこっちのファーストヴァンガードの方がいいと思うな。ああ、なるほど。ここか。貴様、途方もないものを背負っているな。え？いいだろう。お前を完膚なきまでに打ち負かす。それが俺の運命を切り開く唯一の方法なのだ。え？行くぞ！スタンドアップ！ヴァンガード！ヴァンガード！
ブレイドウィングレジーにライド。レジーのスキルで山札からディメンジョンクリーパーを3枚ソウルに。ダークイレギュラーズお得意のソウルを使った戦法か。どうしたんですか。力のある者は耐えねばならぬのだ、この過酷な運命に。今はな。はい。ヴァンガードにアタック。ガード、まだだ、静まれ。大丈夫ですか。安心しろ、その時が来るまでは俺の力で抑え込む。行くぞ、ブレイドウィングレジーにもう一度ライド。山札から3枚をソウルに。これでソウルは15枚。時は満ちた。今こそ封印を解き放つ。全ての命ある者に死の無常を、そして生まれ変わる慈愛を。輪廻転生を司る我が右腕は神の右腕、ゴッドハンド。貴様の背負う者を打ち砕き、己の運命を切り開く。行くぞ、ストライドジェネレーション、殲滅の翼、ブレイドウィングティボールド。スキル発動、ソウル15枚以上で前列のユニット全てのパワープラス1万。隠変する魂こそ我が力、死を超え愛をまとう私にざまずけ。運命よ。完全ガード。この人言ってることはわけわかんねえけど強い。けど俺だってストライドジェネレーション、時空流、クロノスコマンド、レボリューション。スキルでドランとスモークギア以外の全てのリアガードを山札の下へ。ヴァンガードにアタック。中上さん、大会なんか来て就活大丈夫なんですか。所詮俺は流浪の民。先輩の実力を分かってくれる会社にいつか出会えますよ。破天先人スサノオでアタック。全ガード。いきなりカムイさんに当たるなんて運が悪い。すんませんね、レア度の低いレジェンドファイターで。根に持たないでくださいよ。やっぱすげえな。くー、生ファイト見れるなんて感動。カムイさん大人気。アジアを制した男ですからね。忘れてましたが。皆さんお静かに、ファイト中ですから。それじゃそろそろ行くぜ、ストライドジェネレーション。メテオカイザー。疲れちゃってごめんなさい。この声は。あれ、カムイくん。ミさん、お久しぶりです。久しぶり。カムイくんも大会に参加してたんだ。いえ、あ、いや、はい。ミさんこそお参加なさってたのですか。うん、私抽選に当たったからシードなんだ。なるほど。あ、このファイトのどっちか勝った人と当たることになるね。勝った方のファイト。カムイさん頑張ってね。はい。勝ってエミさんとファイト。カムイ君に私のハートでアタック。エミさんのハートならノーガードです。本当。いいんですか、カムイさん。本当。ノーガード。ダメージチェック。やった、カムイさんに勝った。カル、ケイ、レジェンドキラー連れてたよ。しまった。あいつも成長しないね。
Schwartz! Are you ready for another battle? Admiral, we are ready for launch! Kankole's second fleet, booster pack now on sale. Bushiroad! Card fight, Vanguard G! Let me show you my trump card. Bring it on! Stand up, the Vanguard! Booster pack, Moonlit Dragon Fang, available January 29th. And check this out! Vanguard G! Featuring G units from all the clans! Stride forth with your favorite deck! Fighters Collection 2015 Winter! Now on sale! And check this out! 4500! It's down to the final battle against Yamiketo! The ultimate form of my buddy is here! Let's evolve everyone's deck to the next level! 100 Booster Volume 4 Mikado Evolution! On sale January 22nd, 2016! Bushiroad!俺の女神とファイトは。変わりましょうか。いいのか。ダメだよ君、一度始めたファイトは最後までやらないと。そうっすよねエミさん。ジグダク、最後までやり抜きたまえ。痛いよ。お疲れ様でした。辛かった。いや、クロノはどうですか。お前が相手か。お、はい、よろしくお願いします。俺は宇宙最強のファイター森川克美だ。宇宙最強。そうだ、仙道愛知を導きチーム Q4 を見守ってきた最強ファイターとは俺のこと。 Q4? 知らないとは初心者か。チーム Q4 とは仙道愛知、徳良美咲、桂木カムイ、甲斐俊樹からなる最強チームである。カムイさんや甲斐俊樹さんが。あいつらを育てたのはこの俺だ。そんなすごいファイターが。お忍びですんげーファイターが来るかもしんねえしな。そうか。今日は俺の胸を貸してやる。ドンとかかっていいな。はい。ああ、君、この男の話を真面目に聞くことないから。え、行くぞ少年、用意はいいか。はい。サウンドアップ、バンガード、タイムブレイクドラゴニー、ライドドロー。運命をねじ伏せ、幸運を味方に。 G アシスト。ライドフェーズ前にライドできるカードがない場合、手札を公開することで G アシストができます。見ろ俺の手札を。これはグレ3しかない。バンガードはグレード3に始まりグレード3にて終わる。最強のカードグレード3を制する男、それこそがこの宇宙最強のファイター森川克美だ。ライドできないけどね。手札を公開したら山札の上から5枚見て、ヴァンガードよりグレードの1高いカードを手札に加える。手札に加えたら山札をシャッフルして手札から2枚と G ゾーンのカード2枚をこのファイトじゃ使えなくする。これが G アシストだ。なるほど。えばるところじゃないぞ。さあ覚悟しろ少年、ワンダーボーイにライド、最強アタック、ノーガード、最強ドライブチェック、ゲット、最強クリティカルトリガー、ガー。来いよ少年、俺の胸に飛び込んでこい。はい、ライド、さらにコール、アタック、なあ。こんな攻撃俺には痛くも痒くもない。雑魚を引いちまった。こんなユニットはこうだ。おかげでライドできたくせに。アタック、あ、雑魚にダメージを食らうとは。少年、俺を失望させるなよ。黒のジェットドラゴンにライド、さらにスモークギアをコール、アタック、ぬるいぬるい。珍しくいい勝負してるな。
さあ少年覚悟しろ、いよいよ俺の最強ターンが始まる。バッドエンドドラッガーにライド。ストライドコストに高いグレードが求められる今、グレード3の輝きは頂点に達したと言える。さあ我が愛するグレさんよ、新時代の力を我が手に。ジェネレーションゾーン解放、いざ最強ストライドジェネレーション。神の手グッドエンドドラッガー、前列にジャガーノートマキシマムをコール。ジャガーノートでヴァンガードにアタック、スキルでパワー2つ5000。ガード、スキルでジャガーノートは山札の下に。グッドエンドドラッガーでヴァンガードにアタック、ノーガード、トリプルドライブ。ふぅ、最強すぎてトリガーが出ない。うわグッドエンドのスキル、グッドエンドを表で G ゾーンに戻し、山札からジャガーノートをコール。さらに山札からバッドエンドを取り出し、ブレイクライド。ブレイクライド、グレさんの上にグレさん以上がライドした時にしか発動しない最強スキル。新たなる最強パワーがみなぎるぜ。バッドエンドのブレイクライドスキルでこのターン中にアタックするリアガードのパワーはプラス1万される。ジャガーノートでヴァンガードにアタック。ジャガーのスキルでパワープラス5000。バッドエンドのスキルでさらにパワープラス1万だ。ノーガード、勝ってる森川が。なぜだ、これが俺の実力。今日のお羊座の運勢は最強だぜ。実力なのか運なのかどっちなんだよ。やっぱりこの人強い。カムイさんを育てたっていうのは本当なんだ。ジャガーノートでヴァンガードにアタック、同じスキルでまたまたパワーアップだ。ガード、インターセプト。恐れ入ったが、これが時空最強のファイター、最強森川克実の最強真骨頂。運がいいだけだろ。運を引き寄せる力、それは立ち向かう心が持つ力だ。ドライドジェネレーション、時空獣メタリカフェニックス。ストライドスキル、メカトレーナーを山札の下に。メタリカフェニックスでヴァンガードにアタック。スキル発動、リアガードのクロノドランをタイムリープ。山札からグレードが一つ高いチームメイデンメラムをメニョルコール。さらにタイムリープされたクロノドランのスキルでクロノジェットをエリオルコール。ノーガード今クリティカルが1枚でも出たら負ける局面なのに、どうしてあんなに手札を持ってるのに。どうした少年、続けろ。ドライブチェックでトリガーが出ないと分かっていたのか。そこ知れない。どうした、俺に恐れをなしたか。どんな結果になろうとも突き進むのがヴァンガードファイターだ。かかってこい少年。はい、タイムブレイクのブースト、このジェットでヴァンガードにアタック。ノーガード、負けたか。どうしてガードしなかったんですか。手札が最強すぎたのさ。全部グレードさん。相変わらずだ。ここまで接戦になったことに驚愕。グレさんこそが最強、それ以外のカードは最強の俺には似合わない。なぜです、なぜあなたはそんなにもグレさんにこだわるんです。好きだからだ。好き、それだけ。そうだ、おお、好き、確かにそれがヴァンガードですよね。分かってくれたか。はい、こらこら
納得しないの。所詮は負け身のたわごとだからな。負け身じゃねえ、勝ち身だ。はいはい、次の試合があるからお片付けしましょうね。それではこれより決勝戦を始めます。スタンドアップバンダード。バミューダトライアングルですか。可愛いでしょ。私可愛いユニット大好きなんだ。それじゃあ始めよっか。はい。ドライドジェネレーション、トゥインクルハピニスバジリカ、バンガードにアタック、トリプルドライブ、トリプルクリティカルトリガー。さすがエミさん強い。やっぱり決勝まで来るだけのことはある。ありがとうね、みんな来てくれて。一緒に楽しもうね。そっか、これがこの人の戦い方なんだ。みんなそれぞれのやり方でヴァンガードを楽しんでる。俺だって頑張れ。俺を超えた少年、この一撃に乗せる。時空を切り裂き、運命の彼方へ消し飛ばせ、超全撃か。優勝は神道クロノ君。優勝おめでとう。さすがカムイ君の弟子だね。ありがとうございます。すごく楽しかった。またいつかファイトしようね。はい。よかったなクロノ、俺の女神とファイトできて。女神、お二人はどういうご関係なんですか。ま、いずれは結婚的な。あれ、渚さんは。粉を口にするな。なんでです。お弁当作ってもらったり、いい雰囲気だったじゃないですか。だからカムイ君って渚ちゃんとずっと仲がいいんだね。違う、エミさん、違う。またみんなで遊ぼうね。なあ、違う違う。カムイさん、エミさん、違う。振り返らないで、あの時君が教えてくれた。今旅立とうジェネレーション。 Go next stage。 まだ踊ろう、しまえて可能性にかけてゆこう。今は君が隣にいる、宝物は迷わずに時空を越えて。僕だってそうしたんだ、火花ほとばしるファイト。自分のソウルを信じて進むんだ。振り返る、まあまあ、飯をおごってやるからさ。ごちになります、先輩。お前らにおごるとは一言も。焼肉っすかね。寿司っすかね。ありがとうございます。お前らもかよ。一品まで、一品までだからな。セットにしやがったら承知しねえかんな。おーい。すみませんね、
引き止めてしまって。いいっすよ。でも話ってなんすか。もう少しで終わりますから待っててください。お、はい。Sword Art Online 2 Trial Deck and Extra Booster Pack now on sale. 8th Day Night Unlimited Blade Works Trial Deck and Booster Pack now on sale. Huella Magi Madoka Magica Rebellion Booster Pack now on sale. Various titles are on sale now. Bushiroad.いやー、今日戦った少年見どころあるぜ。すいません、カルビ追加で。俺の一番弟子だからね、当然。どうぞお願いします。人の金だからって頼みすぎじゃね。こういう時は遠慮しないのが礼儀。次回はあの少年にもご馳走してやろう。もちろん三輪堂ごりでな。鬼だ。